これが、実は商品です。で、これがその商品ですね。iPhone iPod Touch のドックにつけて HDMI の変換をかけるということです。で、これが、タッチですね。はい。で、こう来てその画面が、これは PC 用のモニターについております。こんな感じですね。まあ、すいません。ちょっと汚いですが、こんな感じです。本来はですね、こういった iPod の画面ですかの出力になるんですが、こんな感じですか。これは通常ですね。ジェイルブレイクしている iPhone とか Touch ですと、こっからこういうホーム画面ですねも出ます。当然その他の画面も出ます。例えば、ゲームですか、ゲームやってますか、ゲームを起動すると、ゲームができますね。当然ゲームですか、こういったことでゲームの画面もできます。で、ホームに戻ります。で、こういったふうにバグります。たまにすげえバグるんで、こういうので直します。結構頻繁にバグります。で、例えば、サファリなんか行きましょうか。サファリなんかも、例えば横も反応しますね、しっかり。こんな感じで縦にすると縦になりますと。終わるとホームと。結構ですね、ちょっと、中国製なので安定感が実は良くないです、この商品は。じゃーん、うまく反応してモニターに映らない時があります。で、これをうまくしているのがですね、実はこれです。テレビアウト2というジェルブレイクアプリになります。これで映るようになっています。どうでしょう、参考になりましたでしょうか。ブログでもまた紹介してますんで、もしよかったら見てください。ではごきげんようです。